モーガン千円店の T7 チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。T7 です。今回は、E653系のグリーン車に乗ってきたってことでお届けいたします。E653系のグリーン車は、JR 東日本でも、グレードが高いグリーン車ということで大変有名です。動画に移る前に、ごまこが E653系の歴史について解説してまいりますので、まずそちらからご覧ください。ここで E653系の歴史について解説してまいります。 E653系は1997年485系を置き換える形で常磐線特急フレッシュ日立号としてデビュー。その後651系とともに長い間常磐線の特急として活躍していました。どちらかというと E653系は通勤用特急って感じでしたね。時は過ぎること約15年、本来であれば岩木から仙台を走る特急になる予定でした。ですが東日本大震災の影響でその夢はなくなりました。そして2013年3月、常磐線特急が E657系に統一となり、 E653系は定期常磐線特急から引退。そしてこのタイミングで E653系は全番台と改造され、1号車をグリーン車に改造し、雪が多い新潟地区でも走行できるよう体感設備をつけて新潟地区の特急として新たにデビューしました。そして2018年12月、新潟地区で走っていた1編成を国鉄色に塗装変更し、またふるさと勝田で臨時運用として活躍することになりました。それでは早速乗ってまいります。レッツ下に停車です。
たちだが、大宮、東海、勝田、水戸、中塚、友部、西岡、土浦、牛久、龍ヶ崎市、野木で、柏、南越谷、北浅田、東所沢、新学室、終点の高尾の順に停車の線です。途中土浦には入ってね。